RAW 画像はデジタルカメラなどにおける完成状態にされていない画像データのことである。英語でローは、1000ー、未加工を意味するものの、未加工ではない画像データを RAW 画像と称していることもあり、注意を要する。かつてはいわゆるベタ画像のことを指すこともあったが、2000年代に入ってからはデジタルカメラやイメージスキャナ等における、 未現像データのことを指す場合が多い。デジタル一眼レフカメラやミラーレス一眼カメラ、コンパクトデジタルカメラ、一部のスマートフォンなどのデジタルカメラで記録可能な画像形式。デジタルカメラでは一般的に写真として JPEG 画像を生成するが、RAW 画像は JPEG 画像を生成する元となる性の画像データである。 ある程度の写真知識があるユーザーが露出、コントラスト、ホワイトバランス、カラーバランス、メイド、サイドなどの補正や加工、ノイズや歪曲など除去をパソコン上で思い通りに行いたいという要望に応え、カメラメーカーが用意している機能の一つ。加工と干渉には RAW 対応のソフトウェアが必要になる。近年は RAW に対応するソフトウェアが 増えている。カメラメーカーによって記録データの内部形式がまちまちであること、及びデータ量が多くなることから、そのままでは印刷データや不特定多数に向けた配布、干渉には適さない。デジタルカメラ登場時には、本体の処理能力が劣っていたためカメラ独自の RAW 画像で記録され、パソコン側でカメラ付属ソフトウェアを使い JPEG や、 TIFF などのオープンな形式に変換していた。RAW 画像は原則的にカメラの撮像素子から得られた無加工のセンサデータを保持する。撮像素子のピクセルは一般的な画像フォーマットのピクセルとは異なる配列になっている。例えば、下記のベイや配列が典型的である。一般的な原色フィルター CCD の画素配置。 多くのデジタルカメラで採用されている単版式カラー CCDC モスイメージセンサでは各画素が単色の色情報しか持たない。したがってデジタルカメラは撮影時に各画素に対してその周辺画素から足りない色情報を集め与えることで色情報を保管しフルカラー画像を作り出すデモザイク処理を行っている。多くのデジタルカメラでは デモザイクに並行して色や明るさのトーン等を自動でタッチする画像加工を行い完成した画像を JPEG や TIFF などの汎用画像フォーマットで保存する。しかしデモザイクや自動でタッチ処理の精度は完成画像の画質に大きな影響を及ぼすほか現像後はホワイトバランスなどが固定されてしまうため容易に修正ができない。また 最終保存に使われる JPEG フォーマットは通常非可逆圧縮であり水平方向の色情報の間引きも行っているため元データと比較すると原理的に画質劣化が避けられないさらにこれらフォーマットの色深度は通常各色8ビットしかないため通常12ビットから14ビットの精度があるイメージセンサから受け取った情報を大幅に切り捨てる他なく 撮影後の露出調整が困難になる。このような事情から、通常の画像フォーマットで保存されたデータでは大胆な、レタッチをしようとすればするほど、画質低下が際立ち、作品作りの自由度がそがれているとして、プロ写真家などからは大きな不満の声が上がっていた。このため、デジタル一眼レフカメラなど、高機能カメラを中心に、デモザイク前の生データ。 すなわち RAW データをそのままファイル保存する機能を持つものが増え始め2015年現在ではほぼすべてのレンズ交換式カメラやコンパクトデジタルカメラ一部のスマートフォンにも搭載されている RAW データは一部のメーカーを除き無圧縮か過逆圧縮であるため JPEG と比較すると非常に大きなファイルサイズになるが 各画素に一つの色情報しか持たない、特性上 TIFF と比較すると、その半分以下で済む。RAW 画像は、専用に設計された現像ソフトによって自由に、調整、出力が可能で、この処理をフィルムになぞらえて、現像と呼ぶが、実質的にはデジタルデータの加工であり、本来の現像とは異なる。RAW 画像のデータフォーマットは各メーカー、 各機種によって違うため、現像にはそれぞれの対応ソフトウェアを用意する必要がある。通常はカメラメーカーが自社製の現像ソフトウェアを添付したり、カメラ本体で再処理する機能を用意しているほか、いくつかのソフトウェアメーカーからも数多くの機種に対応した現像ソフトウェアが発売、販布されている。またオープンソースソフトウェアの中にも、 RAW 画像に対応するものがある。現像ソフトウェアの採用するアルゴリズムによって、現像された画像の画質傾向が大きく変化する。上記の通り、A、D 変換直後の信号情報を保存するのが、RAW 画像の原則であるから、撮影時のカメラの画質パラメータは、数値上の影響を一切及ぼさない。2005年には、 RAW フォーマットの互換性向上を目的として Adobe Systems がデジタルネガティブフォーマットを提唱したがカメラメーカー側の採用は進んでいない。一方、Microsoft は Windows Vista 以上のバージョン用に主要カメラメーカーの RAW 現像アルゴリズムを組み込むためのカメラコーデックパックを別途インストールすることにより OS 標準で利用できるようになる。 また、マイクロソフトは2006年に JPEG の代替を目的とした HD フォトフォーマットを発表しており、このフォーマットが普及すれば JPEG 保存における問題点の数多くが解決されるため、RAW と JPEG の間に横たわる隙間を埋めるフォーマットとしても注目されている。また、オープンロープロジェクトは互換性のない RAW フォーマット画像の標準化のため、 カメラメーカーに自社フォーマットの使用を完全公開するように働きかけている。ほぼ全てのデジタルカメラは写真を撮影する前に設定したホワイトバランス、サイド、コントラスト、シャープネスなどを用いて JPEG ファイルに変換される。RAW 画像を撮影できるカメラはそれらの設定を RAW 画像に出力するが実際の計算はパソコンで行われる。 このため、RAW 画像はカメラで行われる処理に追加して、さらに処理を行うために使われることを意図されている。しかしながら、RAW 画像は JPEG に対して以下のような多くの利点がある。RAW 画像をそのまま JPEG に現像したものと、ハイライトとシャドウを補正して現像したもの。RAW ファイルからは元の画像を変更せずに、調子を補正した JPEG 画像を現像できる。RAW 画像は、撮像素子の出力をそのまま記録しているため、RAW 画像の色空間は、カメラの撮像素子の分光感度曲線やレンズ特性、撮影時の光源のスペクトルによって異なるものとなっている。色空間を表したものとして、カラープロファイルが存在し、RAW 画像用のカラープロファイルとして、 以下の形式が使われている。dcp から行くへの変換には、コマンドラインツールの dcp に行くが存在する。dcp に行くは、dcp に行く、ファイル。dcp 標準光源の色温度と指定することで、dcp の中の一つのカラープロファイルから、icc プロファイルを生成する。カラープロファイルの作成には、 実世界のスペクトル反射特性を反映したカラーチャートとプロファイル作成ソフトウェアが使われている。これらのソフトウェアを使うことでカラーチャートを撮影した画像からカラープロファイルを作成することができる。またカラーチャートよりも正確なカメラのスペクトラル、感度曲線を使ったシステムも登場している。多くのソフトウェアはデモザイク前に レンズキャストゴミ、周辺原稿を除去するためのフラットフィールド補正を行うことが可能。一部のソフトウェアでは、暗電流ノイズを除去するためのダーク補正にも対応している。また、現代的な RAW 現像ソフトウェアでは、デモザイクの前に、色修差補正を行うことができる。 デモザイクの前のノイズ除去方式として、ウェーブレットでノイズ、FBDD、機械学習ベースの手法などが存在する。デモザイク前に HDR 合成を行うことができるソフトウェアも存在する。RAW 画像はカメラによって異なる RGB 配列の画像を持っている。デモザイクが不要な RAW 画像もある。またカメラによって RAW 画像は 原色の画素ではなく、補色の画素を持っていることもある。特殊な配列の画像はそのままでは、画像処理しにくいため、解像度を保ち義色を防ぎながら、一般的な RGB 配列に変換する必要がある。デモザイクには、モアレに強い方式や、ノイズに強い方式、機械学習を用いた、デモザイク法が存在する。また、 デモザイクと超解像度を同時に行う機械学習ベースの方法も開発されている。使用する RAW 現像ソフトウェアとカメラの RGB 配列の組み合わせによって使用できるデモザイクの方式が異なっている。なおベイヤー配列のカメラにおいても撮影時に手ブレ補正機構によるピクセルシフト撮影を行うことで動かない部分のデモザイクが 現像時に不要となる。RAW 画像内に動きが含まれている場合は、その部分だけデモザイク等の処理を行うこととなる。ノイズには、ポアソン分布のフォトンショットノイズと、ガウス分布の暗電流ノイズや、読み出しノイズ、一応分布に近い量子化ノイズが存在する。 ノイズの特性はカメラおよび ISO 感度ごとに異なるため、それぞれのノイズプロファイルの用意されているソフトウェアが存在する。暗電流ノイズはダークフレーム減算によっても補正することができる。ハイライト復元を使うことで、クリップしていないチャンネルの情報のみを使って、クリップしたチャンネルの情報を超えて、軌道を復元できる。また、 クリップしたチャンネルの色を復元することも可能。モニターへの表示や共通の表示色空間での保存のために画像の色変換が行われている。色変換では変換元の色空間プロファイルと変換先の色空間プロファイルをプロファイル接続空間 p c s により接続する必要がある。プロファイル接続空間には主に ISO3664P に監視条件の CIEXYG 色空間と c l a b 色空間が使われている。ただし c l a b 色空間には色素の非線形成が存在するため新たにアザーズブス色空間がハイダイナミックレンジ画像向けプロファイル接続空間として提案されている。色空間の変換にはマトリクス 1D ラット 3D ラットなどの方式が存在し、それぞれ特性が異なっている。マトリックス方式では、ホワイトポイントの変換方法として、単純な x y g スケーリング方式の他に、LMS 色空間を考慮した単純な変換方式と、それに加えて複雑な色順能も考慮した変換方式が存在する。LMS 色空間を考慮した単純な変換方式には、 古くから使われるブラッドフォード変換や C ラブに最適化した CAT02 変換が存在する。また、複雑な色順応を考慮した変換方式にはブラッドフォード変換を利用したキカム97や CAT02 変換を利用したキカム02が存在する。ラットではメモリ使用量の関係から実データよりも荒い。 テーブルが使われているため、様々な方法により保管が行われている。ラ a トでは、PCS を仲介しないで、直接変換することも行われている。使用する RAW 現像ソフトウェアと使用する、カラープロファイルの対応具合によって、使用できる色変換方式が異なっている。なお画像圧縮では表示色空間から YU、YUV。 イクバクレやエクチッピーなどの圧縮に向く色空間へと変換される。一部のカメラは二つの異なる露光量を含む RAW 画像の撮影が可能であり、それによってさらに広いダイナミックレンジの撮影が可能となっている。また一部のカメラは RAW 画像の露光ブラケット撮影に対応している。 複数の露光量の RAW 画像を1枚へと合成するために狭いダイナミックレンジで合成処理を行う露光融合という手法と広いダイナミックレンジで合成処理を行う HDR 結合という手法が存在する。HDR 結合を行った場合は出力が HDR 画像となるため LDR 画像へと変換する際にトーンマッピングが必要となる。 ただし最近は HDR ディスプレイが登場し、視覚的な HDR に対応する配布形式や ABIF 形式、JPEG-XL 形式などの画像形式も登場している。また、HDR 結合した画像を 3DCG の画像ベースライティングで使用する場合には、画像を光源として扱うために、 太陽光の強さなどを保存する必要があり、HDR 画像のまま出力することが行われている。i w e l における HDR 画像形式ではオープニグザル形式が望ましいものの、ラディアンス HDR 形式も互換性目的で使われている。最近の OS は標準で多くの RAW 画像形式の簡易現像ソフトウェアを搭載している。 更新停止中モバイル向け開発停止中 GUI コマンドライン最近の OS は標準で多くの RAW 画像形式のサムネイル表示に対応している。ありがとうございます。